この時間放送席には関西サッカー協会専務理事の田中克樹さん、同じく関西サッカー協会事務総長の原修一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは田中さん、はい、今日は強豪同士の大一番ということで楽しみな一戦なんですよね。そうですね、はい、非常に天気にも恵まれましてね、はい、この世の中ではコロナ禍で大変な時期なんですけれども、日本フットボールリーグ、それからFC 大阪さん、はい、スタッフの皆さんにこういった形で、観客も入っていただいてゲームを見させていただけること、本当に感謝申し上げたいと思います。田中さん、はい、今回関西サッカー協会ですが、まあ、関西においてどのような役割を担っているのかというのを教えていただけますか。はい、はい、関西サッカー協会の前身の組織っていうのは1920年ですね、はい、大正9年に設立されまして、まあ、非常に歴史あるスポーツ競技団体なんですが、2016年平成28年に一般社団法人ということで法人化しまして、現在の、関西サッカー協会となったわけです。関西6府県のサッカー協会で構成されておりまして、関西地域会では代表する唯一の団体ということで、日本サッカー協会の方にも加盟しております、はい、そして主な事業としましては、関西リーグ、それから各種別の関西大会を主催するとかですね、それから関西地域におけるサッカーの普及、それから選手、審判、指導者の育成強化といった役割を担っているのが、私ども関西サッカー協会ということになります。そんな中、田中さん、はい、J リーグ参入を目指している FC 大阪ですが、はい、関西サッカー協会が FC 大阪に今後期待することというのはどういったところですか。そうですね、すでに関西には J リーグに参入しているチームが4チームあるわけなんですけれども、それらチームの前身は旧JFL、はい、時代から、大きなですね、大企業のサッカーチームであったわけですけれども、それとは異なりまして、 FC 大阪さんの場合は、地域の企業草サッカーチームからスタートと、いうことですので、その FC 大阪さんが、大きな成長と、飛躍の末に J リーグに参入するということになりますと、関西の各地域で活動しているチーム、それからサッカーをしている子どもたちに夢や希望を与えてくれるのではないかなというふうにも思いますし、FC 大阪の地元ホームタウンはもちろんのことなんですけれども、はい、関西経済の発展とか、地域の活性化にも大きな影響を与えてくれるんじゃないかなと、素晴らしいモデルケースになるというふうに思います、はい、そのためにもぜひですね、FC 大阪さんには何としても J リーグに参入を手にしていただいて、関西のサッカー界はもちろんですけれども、FC 大阪さんに我々は大きな、期待を寄せています。そうですね、原さんにもお伺いしたいと思いますけれども、はい、今年 JFL には FC ティアモ枚方というまた別の大阪のチームが参入いたしまして、今後東大阪をホームタウンとしている FC 大阪とこのティアモ枚方とね、また新しいダービーが生まれるわけなんですよね。はい、とても素晴らしいことだと思います、このライバル関係というのがやはりお互いを高め合いで、FC 大阪は先輩としてよりこう余裕を持った、姿を見せてくれるんじゃないかなと思っております。これ東大阪並びに枚方、この辺りを河内というね呼び方もありますけれども、河内ダービーといった名称になるんですかね、これ。そうですね、やはり地理的なこう近さというのもやはりライバル関係をより盛り上げる要素として、その河内ダービーという言葉も定着していくんじゃないかなと思います、はい、そうですね、今年の JFL の一つの見どころでもあります。さあ、それではお二人から FC 大阪にエールを一言ずついただきたいと思います。まず原さんから FC 大阪へのエールをお願いします。はい、やはり FC 大阪の活躍というのが関西サッカー全体も盛り上げていくというように考えておりますので、こうした視点からも今日の FC 大阪の素晴らしいプレーというのを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。それでは田中さんもお願いします。はい、この FC 大阪の2021年度のチームスローガンというのは絶対勝利だというふうに伺っております。そのスローガンをですね、応援くださるサポーターの皆さん方、
それからホームタウンの皆さん方とこう共有しながら今シーズン精一杯ですね、戦ってほしいなというふうに思います。絶対勝利頑張れ FC 大阪、その言葉を送りたいと思います。ありがとうございます。まあ、そのエールをもとに今日の一戦大事な大一番を迎えます FC 大阪です。田中さん原さんお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後午後1時キックオフで試合が行われます。今しばらくお待ちください。